皆さんこんにちは。今回はマイクロブタさんと触れ合い体験ができるカフェに行ってきたので、その様子をお届けしたいと思います。いつもご覧いただいている皆さんには、え、フクロウじゃないの？と思われてしまうかなと思い、投稿するか迷ったのですが、マイクロブタさんの可愛さを共有させていただきたいなと思い投稿しました。ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。リカちゃんと泉ちゃん、ここが兄弟。あ、ここが、はい、この子がリカちゃんと泉ちゃん。そうです。こっちが天皇です。天皇、天皇男の子。女の子、女の子。やめて。ブタちゃんってメスが多いとかオスが多いとかあるんですか？あ、いや、それは特にない。
女の子が気が強くて意地悪な子が多くて、男の子は紳士的で優しい子が多いって言われてるんですけど、なんか全然個人差があって。豚さんはもう見た目でわかるんですか？私たちがおすかみちゃんはそうですね、お腹とかでわかったり。皆さん年に2回髪の毛があって、一応季節の移り変わりを寒い暑いの髪に変わるんですけど、こんな感じでずっとエアコンとか暖房が効いてる中だと季節管理がうまくいかないので、結構豚さんそれぞれなんですけど、年に2回だけ髪の毛があって、ふわふわした感じじゃないから、そんなに髪の毛が回る感じじゃないのかな。素晴らしいです。豚さんの気がすごく高いので、今回の動画はいかがでしたでしょうか。コメントや評価ボタンで感想を教えていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もお待ちしています。